どちらです、今日なんですけどもね、アレッジの3回目かな4回目かなの、デリバリーがございましたのでご紹介したと思います。今回でラストになります。はい、今期、のもうあの入荷分はこれで最後という形になりますので、ラストデリバリーでございますね。で、今回最後に入ってきたのが半袖の、まあ、カットソー2型2色ずつ入ってきております。はい、まず一型目、こちらですね。これなんですけどもね、カノコの素材でできた T シャツなんですよ、実は。はい。パッと見ね、普通のね、不白の綿の T シャツかと思いきや、これカノコなんですね。カノコなんでね、ポロシャツのような質感でございますね。で、袖のところにちょっとね、ポイントとしてこう、リブがついてると。はい。この、ものと、こちら、ポロシャツの方ですね。ポロ。ポロなんだけど、これはね、素材がまたちょっと、一般的なポロと違って、まあ、ポロのね、素材といえば、まあ、カノコが一般的ですけども、これはね、ちょっと違うですね。スポーツウェアっぽい、化学繊維のちょっとツルツルしたような、素材感ですね。だからね、ちょっとね、サッカーのユニフォームとか、なんか、そういうような質感にちょっと近い、感じでございますね。で、光沢もあって、ちょっとテロテロサラサラしたような生地感でございます。色がいいですね。はい、2色。感じございます。はい、まあね、早速着ていきたいと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。はい、最初言ってきますわ。これですね、サイズ僕が今着てるの2で、お値段1万5000円でございますね。まあ、シルエットはね、こんな感じでございます。どうだろうな、身幅はちょっと大きいかなっていう感じしますけども、丈感とか、まあ袖の長さとかはね、まあそこまで、なんていうかな、極端にビッグとかリラックスっていう感じじゃないですね。身幅はちょっと大きいかなっていう感じはしますけども。どうでしょうか。もうね、ほんとパッと見、白 T かなって感じなんですけども、もうね、違います。着心地とか、うん、触った感じとかね。やっぱカノコで、しかもこのカノコがね、結構ね、その、なんていうかな、網目が細かい、うん、ですよ。この、ケージというか、ゲージか。ゲージがね、すごい、ハイゲージなので、すごいね、サラッとしてます。サラッとしてる。つぶつぶがね、細かいんですよ。うん。だから、なんていうかな、同じカノコでも、クレプスキュールとかめっちゃ、凹凸があるじゃん、出るじゃないですか。そういう感じじゃないですね。だから、本当に、普通のね、綿の T シャツっぽいんだけども、でも違う。なんかちょっとサラッとしてるんで清涼感がありますね。なんか本当に、触った感じがシャリッとしてます。でね、この、袖のね、リブ、うん、いいんじゃないですか。ちょっとマスタードとブラックかな。はい。の配色でね。うん、ちょっと、だからここは、ここポロっぽいんだな。こことかのリブの感じはちょっとね、ポロシャツっぽい感じなんだけど、襟はなくてみたいな、うん、そういう感じでございますね。あ、いいんじゃないですか。なんかね、ポイントを袖に作れてなんかいいじゃないですか、これ。このリブ、うん、なんかね、パッと見普通の T シャツかと思いきや、ちょっとこう袖にあって、ポロなのか、いや違うのかみたいなね。うん、袖はポロ、だから横とかね、ちょっとポロっぽいじゃないですか、この辺とか。横側ちょっとポロっぽいんだけどね。でも前は普通のクルーネックの T シャツ。かと思いきや素材カノコみたいな感じでね。なかなかバランス感としては面白いかなと思いますよ。結構ね、これからいいんじゃないですかね。夏場とかはこれすごい爽やかに着こなせて、さらっと、着ていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。いいんじゃないですか。なかなか、はい。黒の方もちょっとじゃあ着てみます。黒の方も着てみます。はい、黒の方です。黒もいいですね。うん。このね、よりこの、裾じゃね、袖先のリブのところがね、ちょっとこう、強調されるというか、よりこう、映えますよね。色合いとして。で、このね、色も良くない？このリブの色。このブラウンと、ちょっとこう、くすんだブルー、グレー、ライトブルーみたいな、ライトグレーみたいな色と。うん。この配色も、なかなか僕は好きですね。色的に。うん、黒もいいですね。なんかよりちょっとこうキュッと締まる感じが、スタイリッシュな
感じがしますね。だからこう黒のスラックスとかね、なんかスラックスとかで綺麗めに合わせるのもよしというふうに思いますね、僕は。うん、黒の方が綺麗めに決まる感じがしますね。白の方はね、なんか下デニムとか、なんかベージュの、それこそね、チノパンっぽいのでも、なんかいいかもしれないですね、うん。ちょっとまた色で印象が違いますから。いいんじゃないですかなと、おすすめでございます。はい、じゃあ次。ポロですね。こちらポロシャツの方ちょっと着ていきたいと思います。はい、着てみました。どうですか。はい。ポロシャツです。じゃあ最初にいってきます。これですね、サイズ2。サイズ2で、お値段1万7000円でございますね。はい。シルエットはこんな感じで。ちょっとこっちと似てる感じがしますね。身幅はちょっとやっぱなんかちょっとゆったり系かなというふうに思いますけども、袖はそこまで長くもない短めでね。短めというかまあ、うん、まあ普通かっていう感じで。そんな感じでございます。はい。でね、まあさっきも言ったんですけど、素材がね、まず、トリアセテートとコットンでできててね、なんだろうな、若干だからちょっとね、表面に多少の起毛感はあるんだけども、でも基本的にはちょっとツルツルしたようなね、このテロテロツルツル系の生地でございます。ほんとサラッとしてる感じ、うん。ですね。ほんとさっき言ったように、なんかサッカーのユニフォームみたいな。ちょっと前のサッカーのユニフォームっていうようなイメージありますよね。これちょっと。生地感といい。で、このね、襟のところがちょっと特徴なんですよ。襟。襟ですね。あ、ちょっと待って。まあ、まず寝かした状態で、ね、見ていただくと。ちょっとオープンカラーじゃないですけど、ね、襟がさ、普通ポロシャツって、こう、前ボタン合わさって、あ、ね、こうなってボタンでついてるんで、もうちょっとこうなってるんですけど、ちょっとオープンカラーっぽいというかね。うん。ちょっとこう、V ネックっぽい感じなんですよね。うん。ここの襟元が。V ネックっぽい感じで、で、これ、こう、襟をちょっと立ててみるとわかるんですけどもね。このね、V ネックの内側に、ね、V ネックのこのリブの内側から、この襟をつけてるっていう感じなんですよね。わかります？ほら。こうやるとわかりやすいか。だから、ここのラインがね、ずっとここで、はい。ペロペロっと。本当このリブの内側に、V ネックのこういう T シャツの内側に、この襟をね、リブの襟をつけたっていうようなデザインになっててね。これもなかなか面白くないですか？ね。ここのラインが一周するっていう。だから本当 V ネックの T シャツみたいな感じになる、なんですよね。印象としては。そこに襟がついてるっていう。うん、ちょっとね、変わってます。襟のつき方が。はい、こんな感じですね。襟立ててもなんか面白くない？ね、なんかポロシャツの襟を立てたんだけども、なんかちょっと印象が違うというか、だからそれはやっぱさっきも言ったように内側にね、V ネックのリブの内側にこうつけてるんで、またちょっと印象が異なりますという感じですね。はい、ちょっとオープンカラーっぽいという。だからちょっとね、オールド感もありつつね、うん、いいんじゃないですかね。渋い系な感じもあります。ちょっとね、これ。ポロシャツなんでね、まあこういうジャケットの中とかに着てもいいと思うんです、僕は。襟ついてるし、こういう感じで。ありですね。うん、クールビズですね、これはね。ちょ、クールビズ感が出ます。うん、はい、ジャケットの中とかに着ていただいてもね、なんか僕は全然いいのかなとかって思います。この2色ですね。こっちの色も良くない？このブルーグリーンというかさ、なんというかね、これも、色と名前としてはグリーンなんですけども、ちょっとね、一般的な、じゃあ緑かというとちょっと違くて、ちょっと青も混ざって、灰色も混ざってみたいな、独特な色合いをしておりますね。で、こちらワインですね。はい、そんな感じでございまして、半袖のね、まあ、夏場に着ていただけるようなアイテムかなと思いますけど、まあゴールデンウィークとかになったらね、普通に暑い日とかあるんで、なんかまあこういう半袖のね、カットソーの上に一枚羽織るみたいな感じで着ていただけるようなシーズンになってくるかなと思います。あと1ヶ月後くらいには。なので、まあぜひどうでしょう、今季の。はい。ちょっとさりげないんだけど、ちょっとバランスが面白い
なんかそういうような印象の、アイテムなんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じでございます。今回もですね、概要欄からリンク、飛んでいただいて、ぜひチェックしていただければなと思います。基本的に再入荷ございませんので、ぜひともおすすめでございます。最後なんでね、はい、そんな感じでございます。はい、ではまた。